皆さん、こんにちは、ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか私は元気にしております。さてさて、今日の雑学のコーナーです。今回は、座禅をするときに使っている、あの、某の名前です。はい。何なんでしょうかあれ。あれ、凶作というそうです。はい。凶作。 漢字がむちゃむちゃ難しいです。えー、意味はですね、文殊菩薩による励ましだそうです。励ましているんです。罰ではありません。はい。皆さん、あれをやられた時には、というか、こうやって自分から傾けてやってもらうんですけれども、まあ、励ましをいただきたいということなんですね。はい。なんともマゾな。なんともマゾなことではありますが、 まあ、励ましょう。いただきたいということなので、ポジティブなわけでもあります、ありますね。ポジティブな魔像。それがあれで叩かれるという行為です。そしてその棒のことを強作と言います。覚えておいて、損はないでしょう。はい。ということで、今回の配信は終了となります。また次の配信、または別の配信でお会いしましょう。さようなら。